コストコはですね、前にも紹介したと思うんですけれど、空いてるところはこういうふうにグリーンの色になるんです。で、入ってるところはですね、この赤色になります。今日は10時オープンで、私たちはですね、9時半から来てるので、いいですね、9時半だったらほら、全然空いてますよ。でも30分待たなくちゃいけないけど。なんで今日ね、コストコに来たかっていうと、今日ですね、あの大好きなパイナップルピザが出たっていうので来ました。もうすごい楽しみです、パイナップルピザ食べるの。あのハワイとかはね、パイナップルのハワイアンピザとか言うんですけれど、楽しみですね。9時半なのにもうね、長蛇の列ですよ。長蛇の列、すごいな。まずはね、冷凍食品から行かないといけないから、先にこれ、もういつものですね、ね、もうなくなっちゃったの、生餃子。こちら生餃子ですね、50個入り。これなかなか美味しいのよ。で、私のお昼ご飯とかにちょっといいですし、ちょっとね、夫のおかずが一品足らないわーって時はこれ焼いて OK。 生餃子848円。ちょっと冷凍庫に入れてきます。今日はね、冷凍食品そんな買わなかった、これぐらいなんで、ちょっとね、間溶けちゃいますから、ちょっと入れてまいります。猫たちはっていうと、ここでですね、まずルビちゃんがここで、私がね、撮影してるのを見て、今ピザの紹介をしたのでピザのところに来てます。しまってこよう。冷凍餃子を冷凍庫に入れに行ったんですよ。そしたらね、なんとですよ、冷凍庫の中にコーヒーゼリーが入って、昔っていうか、あの冷蔵庫が出た当時ってね、冷蔵庫は魔法の箱だって言われてたのね。もう何入れても腐らないからって。ところがうちの夫はですね、冷蔵庫じゃなくて冷凍庫は魔法の箱だと思ってるので、とにかく何でも冷凍庫入れるの。もう果物も、それからコーヒーゼリーなんか冷凍庫入れたら美味しくなくなっちゃうじゃないね。あとね、もう全て冷凍庫。なんかね、冷凍庫開けるとね、不思議なものが入ってるんですよ。怖いですね。今餃子をですね、冷凍庫の中に入れてきました。じゃあ続いていきましょうか。どれからいきますか？ではどれからいきましょうね。この間、つい何日か前に、さくらんぼ狩り来ました。それで、その前はね、私、あの、アメリカンチェリーをネットで買ったのね。その時2キロで、2000円、3000円ちょっとだったの。で、今回はね、これ900グラム。アメリカンチェリー900グラムですね。こちら、アメリカンチェリー。900グラム。アメリカンチェリー900グラム。1798円。1798円です。一人でさくらんぼ狩りってさ、ほんとね、57個、あの、さくらんぼ狩りって食べたんだけど、これはどのくらいあるでしょうね。これ一人で食べちゃうつもりです。ちょっとね、朝にちょこっと食べるわっていうんで、フルーツグラノラ。こちらね、フルーツグラノラ。こちらはね、1キロでね、糖質オフなの。糖質 70% オフ。一応私病気持ちなんで、糖質はちょっと気にしてるんですよ。こちらですね、1198円です。なんか手抜き料理ばっかり紹介してる感じがするんだけど、大体もうさ、夫婦二人だけだと凝った料理ってあんまり作りたくないじゃない。時間かかるし。ね。それで、キューピー、あえるだけのパスタソース、バラエティーボックス、12食入り。なんとこれは、カルボナーラと、カニのトマトソースと、きな粉のバター醤油っていう3食です。あれ、明太あった、明太買ってきたつもりだったんだけど、明太じゃないの持ってきちゃった。まあいいか。12食。こういうのね、買うときの気をつけなくちゃいけないことって知ってます？これはね、こういうのはね、
のね、賞味期限を絶対見なくちゃいけないの。何しろ夫婦二人でしょ。この12食をね、どのくらい食べられるかなって考えると、賞味期限があまり短いんだと食べられないのよ。これはね、2025年の4月までだから、まあ、食べられますね。1258円。1258円です。はい、次はこれです。なんか孫がね、パンにつけて食べると美味しいのよって言うんで、買いました。ね、これはね、名前はね、ラフティング。これね、ラフティング、カオって牛ってことでしょ？カオオリジナル。娘がね、食べられちゃうのに牛さんが、こういう風にね、ミラスとかつけられてね、おめかししてね、笑ってんのってさ、ちょっとかわいそうよねっていうのよね。でもね、私たちはそういう風にね、牛さんとか豚さんのためにね、生きてるんですよ。感謝しなくちゃいけません。ありがとうございます。こちらで、1080円です。舞茸が安かったんですよ、舞茸、298円。これはほら、ちょっとほら、小分けになってるでしょ？こういう風に。で、ほら、バターでね、バターで焼いちゃったら一番簡単よね。あと、ちょっとした時にね、スパ生地につけてもいいしね。割と舞茸ってね、割と、チョコですよね。298円です。小分けなのがいいですね。きっとね、こんなの冷蔵庫入れとくとね、夫が冷凍庫に入れるのね、怖い。冷凍庫に入れられないようにお願いしたいわ。これ私割といつも買ってんですよ。ジャンボ蒸しケーキプレーン。ジャンボ蒸しケーキプレーン。あ、こっちよね。ジャンボ蒸しケーキプレーンです。これね、598円なの。6個で598円ってことは、1個ね、計算すれば、だって売ってるの高いじゃん、この大きいの。だからこれはちょっといいなって。私これ大好きなの。だから買っちゃってます。それからね、私ね、アップルパイが好きなのよ。なんでだか知らない。アメリカ人じゃないんだけど。アップルパイが好きなんです。アップル、シュトルーゼル。合ってるよね。アップル、シュトルーゼル。美味しそうでしょ、これ。ねえ。でもこんなのまたさ、夫に見せると冷凍庫入れちゃいそう。でもパンはね、冷凍庫に入れといてもいいのよね。あとでね、電子レンジちょっとチンして、ちょっとトーストにすると美味しいの。これはいくらだったかな？1498円。まあ、まあまあよね。だって1、2、3、4、5、6、7、8個だもん。8個で1400よ。もういいんじゃない？エビのチリソース。ちょっとほら簡単そうだし、あの私の料理のこのところの料理の一番は簡単そう、簡単でっていうのが一番かな。あんまり手込んだら大変なんだもの。これですね。これだと温めるだけよ。温めるだけ、実に簡単で。おいくらなの？エビチリ、平素は1898円のところ380円引いてるから1518円、1518円でございます。エビのチリソースです。でさ、この間ね、テレビ番組やったらね、チーズタッカルビってやってたの。だってチーズタッカルビって食べたことないの。だからちょっと食べたいなと思ったのね。で、娘にチーズタッカルビってあるんだけど、どうかな、食べたいんだけどって言ったら、ママ辛いわよ、ママ辛いの苦手でしょって言われて、もう辛いのダメ。この間のね、スパキティだってね、辛くて食べられなかった。食べたよ。1500円だったから。頑張って食べたけど、美味しくなかった。美味しいって感じなかった。もう1500円のために死に物ぐらいで食べたのよ。なんだ、絶望スパキティっていうね、新宿のスパキティ。ちょっと、時間経ってから出そうかな。これね、チーズタッカルビ。で、辛くなくて甘辛ですって書いてあったから、ちょっと調整してみようかなと思う。甘辛ってことで。ちょっと大人にならなくちゃいけないんだよ。チーズタッカル。これも温めるだけだと思う。1038円。私さ、このね、この、あ、重い。このさ、パイナップルジュースすごい好きなの。ハワイに行った時も、パイナップルジュースって美味しいのよ。で、パイナップル、まあ一番好きなドリアンだけど、その次は熟したメロンね。
あの硬いメロンはダメよ、熟したメロン。それからパイナップルが好きで、重いからここまでで許して。パイナップルジュース、じゃじゃーん、重い、24本。パイナップル缶ジュース24本。孫が持って、ちょっとバラバラにしてあげるよって言ったらね、何個ずつか持ってった。チシアスのヨーグルトでね、このね、ちょっとここも持ってかれちゃってないんだけど、私ね、ヨーグルトの中でチシアスのヨーグルトが好きなの、割と。で、今回なんか新しいので、このね、瀬戸内レモンのこのヨーグルトが出ました。でね、チシアスの、私クラシックが好きなのよね。クラシックが一番好き。これはね、多分ね、あのさ、結局本当はね、先入れ先出しって、先にあるやつを取らなくちゃいけないんだけど、でもさ、先にあるやつは賞味期限早いでしょ？こっちはね、先にあるやつは7月のね、8日までだったの。で、こっちはね、ちょっとだけ奥にあったの。7月の15日、こっちを取ってきました。これ好きなので。全部でね、割と安かったのね、13,148円。うん、割と安い。安かったですね。で、行かないといけないのよ。だって、カード、買ったかいのし。はい、猫はこんな撮影してるのにね、ずっと見てました。今日はね、私が撮影してると、いつも、走り回ってるこの子は、今日はおとなしいです。あのね、もっと買ったかなと思ったけど、そのぐらいで終わりました。では。